それでは今月の新型コロナの感染状況について改めて見ていきましょうグラフにまとめました8月は月曜日を除くすべての日で1日の感染発表が1000人を超えています前半は県の対応の目安が2番目に高い赤の特別警戒でしたそしてよさこい特別演舞お盆休みのあと県は対応の目安を一番高い 紫の特別対策に引き上げ、同時に BA5 対策強化宣言も出しました後半、この紫の部分は1日1800人を超える日が多くなり24日には過去最多の2029人となりました今月の感染者の累計は4万1341人 これまでの感染者の半数近くが8月1月で発表されたことになりますこれに伴い増加したのが死者数ですご覧のようにほぼ毎日死亡の発表がありましたほとんどが70代以上ですそして22日には過去最多の11人となっていますこれまでの死者数累計241人のうち今月だけで121人と ほぼ半分を占めています。